アハハハハハハハ 始まりました。点々ですね。音楽が。え最悪あー、これ一番最初に出てきた人だっけうん。なんだ、なんかあったのか。うん。モンスターかなあんなの。あ これ、足音とかなのかなドーンって。追われてんのかうん。えあ竜ドラゴンって言ったらいいのかなあこれは大変だ。だから一回、まあちょっとこのね、後目争いとよく言うか、人間関係の方とかも置いといて、 ま、この子たちの活躍だよね。まあ、それこそ、今まさに映ったさ、あの、マナブレードとか、あの特注のね、剣。あそこら辺を使って、ユフィが、活躍するんじゃないのまあ、もちろん、まあ、アニスも、一緒に来てみたいな。いやそしたらあれじゃん。 少しこのユフィのね、またなんていうかね、見る目が変わったりとか、まあ、評判がね、いい方向に行ったりとかもあるだろうし、で、プラス、まあ、魔学の方のね、まあ、この子が作ったものが認められる、ああこんな素晴らしい、そういうなんていうのかな、役立つものがあるんだみたいな、そういうふうに思ってもらえるみたいなさ、そういう、 いいきっかけにね。まあ、今のところさ、やばいみたいな感じだけど。まあ、今回なるといいかないやこの二人のバトル見れちゃう感じかいいや、楽しみだけど、ずっとさ、おとなしかったか。さあ来たよ。どうなったああ前回の膝枕。寝てるのかなってことは、この寝てる時に、 時同じくしてああいうことが起こってるってことなのかなで、それに対処することになるよと。んああ、表情あ心配で見てんのかなああ。うん。ああ、もう知ってるんだ。<laughs> ねえ <laughs>。 ええー、どんななの一回変わってみてほしいわー。え <laughs> へこういうこと <laughs> ああ、もっと、こう押されてたけど。ええわ <laughs> けだ。これが言えるね。また中っていうのがいいよね。いや、ここのペアも好きだわ。あ、臭かったんだ。<laughs> 余計 <laughs>。ああ、もう、そんなこと言ってたのにさ、そういうことして。いや、大丈夫ウィフィ。もう混ざっちゃえ、混ざっちゃえ。あー来てくれる。もう、来てくれるのね。ほっとかないよ。ああ、顔赤くなっちゃった。うん。もしかして。 えああ、やらないなんだったのああ、来た風 <laughs> あの顔がね、明るんだから。ああ、誤解させちゃった。うん。いや、めっちゃ気遣ってくれるね。いやーいい子。うん。待ってて。<laughs> 薬いらないのに <laughs>。 <laughs> いらないよ。まあ、もういいか。もういいよ、いいよ。こんな柄に身を任せようよん。そしたらなんか面白いことが待ってそうだよね。もう来たはいやね。<laughs> おうん。ああ、もう早速飲むのええー。うん、断れないね。あはははは。 よっぽど苦かったんだね。うん。いや、お姉ちゃんみたいな。あ、つい。ああそうか、そうか。やってたのかな、弟には。だちっちゃい時は、やっぱすごい仲良かったんだろうね。うん。もう甘えちゃえ。もう一緒に寝てもらっちゃえ。 うん。これ俺、ラルクアンシェルに聞こえちゃうんだよね。ああうん。うん。伝説のおととしおととしは何作ったのよああ、鳥、オープニングでね、飛んでるけど。うん。 いや、飛べるよ。これから。いや、それもこれからだよ。もういっぱいいろんな思い出くれるよ。ちょっと眩しすぎるかな。ああ、羨ましい。何もってことはないよ。 それこそアニスが持ってないもの持ってるわけでさ、天才的な。うんまあけど今はこうなっちゃうよな。あんなことあって。うーんまあそれは、まあ見つけていこう。うんまあ多分そこがまずわかんないんじゃないかなと思うんだけど。<laughs> おう うーん、それは、どうなのかな。導くみたいなのは、ありだと思うけど。うん。どうするあーやっぱ違ううん。うん、ならあ <laughs> いい答え <laughs> いい答えだ。うん。うわー ああ、いい子。うん。いや、てか、すごい丁寧に物語あるね。えおうん。<laughs> いや、ちょ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 ,ちょ。えチューしちゃうのああ、おでこ当ててんのかいもう。もうチューかと思ったああ、けど。 また顔真っ赤になっちゃいこんなんやられたら。あ、受け入れたああ、太陽。<laughs> いや、それは <laughs>、それは違うんですよ。別に理由が可愛かわいい。かわいい。うん、寝る。ええー、もう。お姉ちゃん。 あ、で、歌ってくれたのかな結局。寝てるけど。あ、いるのああ、いるわ。もう一緒のベッドで寝ちゃえって。いや、表情が穏やかになったね。うん。ああははははははは。 <laughs> うわあ<ー>さあ来ましたああるあるもどうなってんの今この子。うん。あああ謹慎。うん長官。うん。さっきなのドラゴンあ、関係ない いや、関係あるかも。うん。またあれかなんかやってんのか。ああ、そのね、ケン。いや、気に入ったんだろうな。おううん。なんなの、なんなの、なんなのよ、言ってよ、聞きたい。おう ああマナーブレードの方。うん。めっちゃ気合入ってんだよ。ガリュウ。うん。け強そうだったけどね、なんか。うん。ああ、じゃあやっぱすごい優秀なんじゃないうん。うん、隊長。 うん、イリアさんもね。いや、好きだわ。みんな好きだわ、ここにいる子。なんだろう今のああ、一緒に行きますみたいな。うん。手伝っちゃう。 うん。うん。ああ。ああ。すごい。見抜かれちゃったね。うん。そういう道が用意されてたんだろうな。それが突然なくなって、 うん、常に相手からもらってたね。あれがないから。うーん。ああ、そうなるとむずいよね。自分で考えてる、テイクっていうのは。もう自由にしたらいいんだよ。はは。ははは。 うーんまあ普通ではないだろうね。この中では。うん、いやあ、上ってるんじゃないの口には出さないけど。うん。うん。うん。 ほう、うん。違う方な気がするよね。うああ、じゃあ、イリアもまた救い出されたというか、うん。<laughs> そうなのねおう。うん、個性的。 <laughs> あ強くなったみたいな感じじゃないたくましくというか。ああ、別の意味で。うん。うん。うん。ああ。 わあ。<laughs> わあははははわいやーこの二人いいわ。アニスとイリア。うん、したように、まあ。みんな巻き込んで変えてっちゃうんだろうな、アニスは。いい方向に。ああ、いい笑顔。 ああいや、まずその言葉が今出てくるだけでも、すごいじゃん。うん、なんだなんだ,なんだ、なんだいや、止まり方かわいいな。<laughs> うん。あま、いや、妙いよいよあれかあいつ、ドラゴン。うん。待ってください。 ああ、消臭。あ、じゃあ行くんだね。おゴールド。おいや、だからユフィついてくんじゃねこれ。うん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 。行かなきゃ。 え魔物の大群あああのドラゴンにあれかな追いやられてー、うん。うん、やっぱり。うん。いやー、けどドラゴンとやるよりあれじゃないうん。うん。 いやあ、なんか、スタンピードとそれと両方対処するのか。あ来る。うん。うん。まあ、せきもち。ああ、それがあれなのかな。あん。興味津々うん。はあ あーやっぱり。うん。いやー、ついていっちゃえば、ユフィーああ、止めないのですかみたいな。止められませんよ、みたいな感じだね。<laughs> うん。 いや、手差し伸べてこないかないや、そこは自分の足で出てくるの待つか。来い来い来い。ああ、行きそうああ私も一緒に行きますうん。はい、ありがとうございます。行きましょう、一緒に。うん。うん。 うん。なんだろう。ううん。もうわけが違うのか。ああ、こう、うん、防備固めても。いや、祈るって。 いやー、ユーフィーがやってくれるよ、きっと。あの剣で。うん。うん。じゃ、てなると、やっぱやらなきゃいけないね。ドラゴン。オート決戦みたいになんの うん。でこれ防衛するのあの二人が活躍すれば、うん、そんなすごいことだなら、一気にあれじゃない二人に箔がつくというか。ああまずはあれか。弟くんが出陣なのかなうん。この子そんなにあれなの 強いのうんやれるのうん欲しいものうんドラゴンいやかぶっちゃうじゃんちょっと報酬かぶっちゃうんですけど そこになんかあんのいや、言えよ。聞いてるんだから、王様が。うん。だか、なんか洗脳でもされてんのかな うん。うん。あの人、姉ちゃんだろうね。うん。ああ、やっぱそういうのを浴び、まあ浴びてきたから、今のあるくんがあるんだろうな。ああ、やっぱ仲良かったんだ。 いやーいつかこうならないかねまた。うん。うん。うん。なるほどねかぶいてるわけね。 光る輝く才能がない。いやそういう判断されちゃってるのもちょっと辛いね。お父さんから。うん。うん。いけるやれないんじゃないかなうん。あ、もう先に行っちゃうのかな ああ、もう行っちゃったのか。<laughs> またこれであれじゃん。やってきたら、この弟くん、あルくんはさ、どう思うんだろうね。あー終わり終わりかー。いやー、けど、けど頑張ってなんだけどね。アニスとイフィリアには。いやー。 ドラゴン退治か。いや、うまくいくといいけどね。だから、ね、まあ、決め手はやっぱあの剣だろうね。ユーヒーが持ってる。まあ、アニスも強いっぽいけどさ、ゴールドってことで。やっぱドラゴン相手はきついんじゃないかな。あと、スタンピードの方もあるんだよね。 けど、いやそれはドラゴンさえ、大元さえ立てばあれなのかなおとなしくなって元いるところに、元いたところに戻ってくれんのかねいやー、けど、あるは、お姉ちゃんに対していろいろあったとしても、いや、だからってあれだよね。このユフィに対する扱いは、 おかしな話なんだよなうん、誰があれなんだろうな本当裏で糸引いてるというか、親玉なんだろうね。もう出てきたりしてんのかな実は。 いやーそして今回も尊かったです。はい、というわけでね、えー、今回ネプソンに対する皆さんの感想だったり、僕のリアクションに対するコメントお待ちしております。そしてぜひね、えー、動画の高評価、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いします。以上動画部突画しました。バイバイ